100メートルには泳ぎ方があるんです。どうも、セリカスイミングのセリカです。本日はクロール、100メートルを速く泳ぐ方法についてご紹介していきます。あなたはこんなお悩みありませんか？もっと100メートルを速く泳ぎたい、タイムを縮めたい、疲れのない泳ぎ方を知りたいというあなたに向けて、本日は4つのコツをご紹介していきます。動画の後半には3つの練習方法をご紹介していきますので、ぜひ参考にやってみてください。チャンネル登録がお済みでないという方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行きましょう。まずは本日のラインナップをご紹介していきます。1、姿勢はキックで変わる。2、猫背にすることで腕の脱力をする。3、息継ぎはルールを決める。4、苦しくなることを想定する。以上4つを詳しく解説していきます。動画内で疑問点のある方はコメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。1つ目、姿勢はキックで変わるということについて解説していきます。1、バタ足は軽く打つことで腰が浮く。2、力強く打つと下半身は沈む。3、バタ足は本来疲れないということで、 100m を泳ぐ際の姿勢とキックの関係についてまずはお話ししていきます。基本的に 100m 泳ぐ際はバタ足で進むことも確かにあるはある、ゼロではないんですけど、どちらかというと推進力は腕で産む方がメインになりますので、その時のバタ足の役割としては軽く打って下半身を浮かせるということです。下半身を浮かせれば下半身に受ける抵抗っていうのがほとんどなくなりますので、手の推進力、生まれた推進力をそのまま殺すことなく生かすことができますので、そういう意味でバタ足を打つことをお勧めいたします。バタ足で打ちすぎて疲れないように気をつけてください。バタ足はものすごく体力消費が大きい、割には進みが悪いです。2つ目、猫背にすることで腕の脱力をするということについて解説していきます。1、腕の体力は少ない。2、肩こりをなくすためにも肩甲骨を動かす。3、猫背にするだけで肩甲骨は動きが良くなるということで、 100m を泳ぐ際の今度は腕の回し方について解説するんですけど、基本的に姿勢、クロールの 100m 泳ぐ際の姿勢っていうのはずっと猫背にするのがおすすめです。で、猫背にすると良くなるメリットとしては、下半身が上がる、前に重心をかけることができるっていうのが一つと、あと腕の周りがすごく良くなるんですね。で、腕の周りが良くなるっていうことは肩が疲れにくくなる、腕が疲れにくくなります。 100m を泳いでると、大体最初に疲れてくるのは肩だったり腕が疲れてくるんですね。それを猫背にすることによってできるだけ軽減させること、疲れてしまって 100m 集中して泳げないっていうことがないようにしていきましょう。3つ目、息継ぎはルールを決めるということについて解説していきます。1、決めたルールは破ってはいけない。2、破った瞬間苦しくなる。3、前半1/4、後半1/2などということで、 100m 泳いでる間の息継ぎのルールについて自分の中でこれだっていうのを絶対決めてから泳ぐようにしていきましょう。特にタイムを目標としてる方、絶対縮めなきゃいけないっていう方は、息継ぎのルールってものすごく大事になってくるんですね。例えば 100m 自分が絶対1/4呼吸で泳ぎ切るって決めたのであれば、それを最後まで破らないことです。苦しくなっても絶対1/4で泳ぎ切ることが大切になってきます。破った瞬間から人間ってもう集中力が切れてしまうので、そこで頭でもう酸素を使い始めるのですぐに疲れてしまいます。私のおすすめは前半 50m は1/4呼吸で、後半疲れてくるのでそこで1/2呼吸を入れるなど工夫をしてみてください。4つ目、苦しくなることを想定するということについて解説していきます。1、苦しくなるのは当たり前。2、力みや集中力の散漫は終わり。3、リラックスしていた方が楽だし早いということで、 100m 泳いでいて苦しくなってしまった時のお話をしていきます。基本的に苦しくなるのは当然です。 100m だろうが 200m になろうが人によって様々ですが、絶対どこかで苦しくはなります。で、そういう時に
集中力を切らさないことっていうのがすごく大事なんですね。そこで集中が切れた瞬間、泳ぎが乱れてしまって大きな抵抗を生むことになってタイムが遅くなってしまうっていうことはよくあることです。なので苦しくなることを前提に頭にもう入れておいてください。でそんな苦しくなった時も絶対集中をしていられるように、あとは緊張していると無駄に力を使ってしまうので、できるだけリラックスして泳ぐようにしていきましょう。ということで、おすすめの練習方法を3つご紹介していきます。まず1つ目がパドルになります。こちらは足にプルブイを挟んでいただいて、腕パドルをつけて泳いでいきます。こちらは腕と肩を強化していく練習になります。まあ、ある程度タイムを気にしない方であれば別にここまでする必要はないです。確かにないんですけど、タイムがもうどうしてもね縮めたいっていう方は、肩腕の力っていうのはある程度必要なんですね。力だったり体力、まあそれは強いに越したことはないんですよ。なのでその強化のためにも、まあ陸上で筋トレをするっていう方法もあるんですけど、できれば水泳に特化したいのであれば、できるだけ水の中でトレーニングをすること、まあ、そんな中で負荷のかかるトレーニングはパドルなので、ぜひやってみてください。続いて2つ目ご紹介していきますのがヘッドアップクロールになります。こちらは頭をずっと水面から上げた状態でクロールを泳いでいきます。注意点としては、今上げた頭見えてないんですけど、上げた頭の視線が横にぶれないように泳いでください。ずっとまっすぐ前を見てヘッドアップクロールができるようになったらもう完璧です。ここまで来た方っていうのは体幹もしっかりしてるし、それだけちゃんと腕で進める、腕でちゃんと水をしっかり捉えることができるから頭も上げたまんまできるし、水面に沈むことがない、頭が沈むことがないからずっと前を見てられるっていう方なので、ぜひそこまでできるように練習をしてみてください。続いて最後3つ目がバタ足になります。こちらはシンプルにビート板を持ったバタ足になります。顔つけでも顔上げでもどちらでも構いません。やりやすい方でやってください。一番最初にご紹介しましたバタ足は下半身を浮かせるためにあるというのをご紹介したんですけど、やはりバタ足はある程度強くなければ意味はないです。下半身を浮かせるにしろ、バタ足で進むにしろ、ある程度の練習っていうのは必要になってきますので、バタ足苦手な方多いとは思いますが、ぜひそんな方でも向き合ってバタ足の練習をしてみてください。ということで、本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ本日の動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、通知ボタンのクリックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。